甘い。甘だなんだ。え？ミオだ。クソガキ名前ミオ。違う、ミオ。お前戦いどうだ？はい。今日もいっぱい。結構使えるじゃん。はい。使えるじゃん。でも使ったらクビになるんで。使えるの？使ったらクビになるんで。さあ。え？視聴者の皆さん。ミオが戦っております。本当です。クソガキ名前ミオが思って戦ってください。うわぁ。これは今あそこにいます、皆さん手振ってみて。イエーイ、もっと大きく手振ってみて。みんなもんな。今日はね、視聴者の皆さん、こいつがクソガキ名前言って稽古使わんから違うと思って。違ったか。あなた、さすがにね、今日コメントちょっと何個か削除したんですけど、コメント欄が今日の動画で 何の動画か、お前と正月なんかタイム行ったやつ、フェラーリね、じゃあフェラーリに挨拶だ。まあ、ぶっちゃけ、俺の目はお前が早く見たいのかな。8歳から仲良くておじさんだから、そのキャラで俺に追ってくれって言ったのかな。はい。でもお前がなんか無形語とか使って会社員みたいになって、だって YouTube だよな。だ会社だもんね、やっぱさ、書くやつも多いけど、まあでも書くやつも書くやつだけど、あ、もう見たことないよ、悪口ですわ。お疲れ様でーす。お疲れ様でーす。こいつが今日いろいろみんなとちゃんと評価されてるんだ。もう会社まだ近いからさ、ケンジさんもいる。おはようございます。お前なんか違う、挨拶だろ。でーす。あ、コーヒーも。おはようす。あ、初めて会った。会ったことあるか。2回目ですね。ちなみにこいつ今日大炎上してるんですよ。で、製造使わんからって言って。どうでした、初めて会った時の印象どう。このキャラいいと思いますけどね。で、あの、自分に対してはどうだった。自分に対してはあれ名前なんか前田じゃないですか。前田です。すごい。前田じゃないですか。前田です。前田か。はい。で、どうだった、初めましての時に。僕ド M なんで、うん、結構いいと思いました。でも、ため口とかじゃなかったですか。いや、僕には普通でしたね。ただ、その社長とのやりとりは僕、ああ、そういうことね。結構好きですね。そうそう、俺はそれを指令しちゃうんだ。やる時に、絶対ため口、そのままで来いよって、8歳から知ってるから。はい。だけど、なんかコメント欄には、他の社員にまでため口とかいっぱいあるのかな。そんなのでもないでしょ。それはないぞ、俺も。その誤解はガンガンあるもんで。ちゃんとレギュラーしかったでしょ。はい。初めて会った時。僕には普通でしたね。普通だよね。はい。ありがとうございます。まず一票、じゃあ。まあ、でも、あのキャラで来てほしいですよ、ね。あ、キャラで俺にも来てほしい。俺にも来てほしい。全然四つん這いになります、ね。俺もドエムだよ。おー、強い。おもうこいつマスク見たら完全に外人だもんな。おめえドラム人種じゃないかな、と思う。タケタケ。はい。なんかこいつ今日ベラ叩かれとんだもん。何をすか、敬語を使わんとか。で、俺以外にも敬語使ってるんだけど、そんなことないよ。敬語使ってます？お前らにもよ。で、こいつを、まあみんながどういうふうに評価してるか聞きたいな。どう？敬語使ってます？どうした？見てあげてみて。実際にもまあどう？タケタは結構喋る。喋りましたよね、この前も。うん。どう？ここは敬語使ってくる？はい。ちゃんとしてる？はい。コメントはめちゃくちゃ喋ってる。こいつだ、ごめんな、とか言って。いや、社長にだけですよ。視聴者に向かって言ったって、こいつやばいかもしれない。心のそうになっとるから。大丈夫です。心が叩かれてる。あの、コメント見なきゃいいです。お前も、お前叩かれてる。一番ハードの弱いやつじゃん。気にしちゃダメ。もう見ないのが一番です。じゃあ、どう？でも見ないといけないんで、私は。あ、こっちに喋りかけてな。チェックしないといけないんで。で、こっちがコメント公開しとるもんね。メンタル弱いっすね。いや、強いっすよ。負けてないですもん、まだ。負けてない。まだ負けないっすよ。あ、そう。でも、じゃあ、一票一票、社員としてのコミュニケーション力は、一票一票。アウトじゃない？アウトです。ありがとうございます。な、岡部。はい。それ今、今日こいつめちゃくちゃ叩かれてんだ。叩かれてる？ん？コメント欄で、もうめちゃくちゃ敬語使えない女、まず終わっとる。俺らも他の社員にも、社長にはわかるけど、俺はこいつを雇うときに絶対敬語使うなよって言って雇ったもんで。僕らに対しては。おはようございます。おはようございます。え？なんか知らんことない。あ、新しいですか。ああ、新しく入ったんか。怪我するじゃん、お前最初はな。日本語わかる？はい。大丈夫。あ、昨日から来たの？今日から？いや、もう新年から。あ、来たの？もう怪我しないな。YouTube 見たことある？ YouTube 見た？私見たことある？はい。あ、見てない？ YouTube 見てねえよ。
あ、まだあるな。で、何？敬語を、僕らに対しては敬語なんで。うん。だから全然、その社長が敬語使うなっていうのも知ってます。うん、ちょっと喋りかけだけです。じゃあそのコミュニケーションを見て。でも岡部さんとはケイちゃんとの仲だけど。ケイコってなんか仮名前つけたじゃないこの前。ああ。ケイちゃんって。ああ、愛人のやつ。愛人じゃない。愛人のやつ。そんな二人で仲良くなっとんだ。なってない。なってない。どう？じゃあちゃんとその社会人としてのそのコミュニケーション力は身についてるか身についてないかって言ったらどっちですか？身についてると思います。僕立派だと思います。ああ、そう。距離感の詰め方とか。うん。あ、で、あ、そう、ないらしい、でも。ちょっと僕は、僕高校女の人苦手なんで。うん。怖いって思うし。ああ、来るかな、はい、そんなにガツガツこんなの、こっちもだって超恥ずかしがりじゃん。そうでもない。それでもない。そう。そうでもない。声ちっちゃい。声張れよ。ちゃんとしてるよな、別な。ちゃんとしますちょっとそういう画面だけを見て、なんかわちゃわちゃわちゃ。わちゃわちゃ。おおおお。あ、いや、なんかさ、今日こいつがめちゃくちゃ叩かれるんだよ。まあコメントはだいぶ削除したけど、それでも残っとんだけど、敬語使えない、マジでこいつ、社会人としてのモラルはどうなんだみたいな感じで、めちゃくちゃ叩かれるんだよ。平学みたいな感じですか？平学みたいな感じですか？でもどう？じゃあ俺は、あれじゃん。しょうがないじゃん。で、それが指令じゃん。うちの会社入って、俺とのこの距離感を変に、社長と従業員の関係にするなよ、みたいな。それがカメラマンの仕事じゃん。どこの YouTuber でもやっぱさ、その、やっぱ売れとるとこってカメラマン次第じゃん。結構突っ込んでくれるやつじゃん。だからそれはいいんじゃない？だけど、なんか従業員までなんかカメ口使ってるの。お前ら。あ、おう。ナイス。ナイス。ないよ。今日喋り方やってるし。え、僕がそれ、ここで喋っとる感じを撮りたいな。え、敬語なんて、え、敬語なんて一回もないわけ。ないと思うんですけど。これは逆に、敬語を使うんでって。めっちゃ言われてるんですか？まあいいよ、じゃあ、敬語使う。言っとるんですけど、うん、絶対敬語なんですよ。俺みたいに、俺みたいにド M 感出して、接してくれたりする。あーって言われたいの。ド M なんだよ。そう。どういうの？もう敬語だ、基本恥ずかしがりだしな。居酒屋とか行ってもめちゃくちゃちゃんとしてるしな。なあ、テーブルとかもめちゃくちゃやるじゃん。二人になったら食べ物なんですよ。うん、違う、嘘言わないでくださいよ。マジ？マジ嫌いやつじゃん。違う、マジ嘘ですよ。嫌いやつか、めちゃくちゃ女出しとるやつ。違う。そうとか言って。いや、それはないです。今日、あそこちょっと違ったよとか言って。あそこ突っ込まなきゃとか言って。待ってください、二人きりの時ないから。そうなんだ。あるやん。二人の時ないですよ。あった。いや、ないですよ。お前、聞いてるから。お前ずっと聞いてる人全然喋ってくれなかったから。聞いてるから。なんなら、お前、途中からなんか気遣ってなんか言われたから。なんか、この音楽、好きなのみたいな感じで話しかけられて、いやそのちょっと会話しただけで、めちゃ嘘言いますもん。お前がひどいだろ、社長部って一緒に座って聞いた人だろ。こいつ運転して夜の12時か1時ぐらいですよ、社長皆さん。結構喋っとったよ。いや本当っす。全然喋ったんじゃ全然喋ってくれなかったって。だけどなんか多分気使ってこの歌好きだよ好きだよって言って声かけてくれたとかとって。だから別に食べ物使う場面とかないじゃないめっちゃ嘘言いますそうなろうとか言われたら言ってたら絶対言ってたでもそうちょっとあの時あれ違ったよとか言ってそうもっとあそこ突っ込んでいいとこだからいやもう嘘ばっかりやばいじゃんお前やっぱそっちこんな感じやってないからやっぱそっちマジ嘘ばっかり羨ましいのもあるじゃないの俺らと仲良くな入ってきたばっかり仲良くやってるのでやっぱこっち偉いじゃん。だって、飲みに行ってもみんな飲むからお前が全部送ってって、12時、1時から全員送ってってるな。それぐらいは全然いいんですけど。今日さ、嘘ばっか言うから。全然。やだもん。あ、そうか。でもなんか敬語で喋ると敬語とかずっと言ってきますもん。ね、ガードマン何言っとんの？この声が聞こえへん。何言っとんだと思って。わかりやすく言わなかった。せっかくおるで。あのお客さんたちが通っとるやつだで。お前、あいつ絶対俺のこと社長だと思ってないだろ。なんか、取り調べのやつだと思ってるけど、お前、誰かからとか教えとこう、お前。さっきからさ、何もこいつは迷惑だな、みたいな、こっちの俺のこと。なあ。こっちの場所は、あのとこ立っとくの、いいねだろ。あかんわ。師匠のこと言ってた。そういう戦いです。あ戦いでもいいよ。仕事だもんだって。そうだろ、バナナとんの。で、ああ、
何の話してお前、あの、こいつが翔さんは嘘ばっかりっていう話、こいつがクソ生意気だけ、いや、翔さんは嘘ばっかり、こいつがクソ生意気だけいや、でも、2人の時は翔って言ってきたんですよ、呼んだことないです、嘘、こうやってこうやってさあ、いいから出してんじゃんってマジやばいじゃん、お前マジ疑惑出るからやめて、疑惑出るからやめてじゃあ、もっと叩かれろ、翔さんファン結構おるからさ、その人たちにまた叩かれるよ、ファン多いでなさあ、じゃあ、もちろんしか、視聴者の皆さん、彼女が戦えることに対しては僕は喜びしかないんですで一応ね、いや、せっかく入ってきて頑張ってくれて、やっと抜け道場のカメラマン、これもうね、また夜まで全部付き合うかな、そうです、恋を打ちたいな、朝9時から今日は俺、朝迎えに行って全部やって、で、夜も夜で、今日もほぼ連れてかれてるかな、はい3回に2回の伸びとか強くなる、休みなのに休みじゃない時とかあるんでそんな感じですよ、でも、まあ、本当にこれからカメラマンも入ってちょっと YouTube も盛り上がっていってるんで、ぜひまた応援お願いしますお願いします、お花見でーす